福岡県内の女子大生ゴルファーを中心にワンポイントレッスンします。その名も福岡プレジデントカントリークラブ山陽。雄大でフラットな27ホール、幅広いフェアウェイの丘陵林間コース、中でもサツキコースは美しさと難易度を兼ね備えています。今週はそのサツキ6番ホールからのレッスンです。レッスンを担当するのはゴルフテックスタジオチーフ吉田幸太郎プロです。さあ吉田プロ、はい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回のゴルジョ登場してもらいましょう、はい、林田さんです。林田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前回は腰の位置調整してもらいましたがいかがでしたか。左腰を意識することによって出玉が良くなったし、特にアプローチが改善されました。今回のお悩みはロングアイアンが特に引っ掛けることが多いです。あんまりフックが強いとかというよりは左にまっすぐ出ちゃう。はい、そうです。林田さんの場合、まずアドレスの時のフェースの向きがかなりターゲットラインに対して閉じて構えてます。閉じて構えているんですけれども、自分のアドレスの向きを結構右側に向けてるんです。スタンスの向きも含めてですけれどね。だからここでまずねじれが起こってる。だからターゲットラインに対してアウトサイドインからクラブがフェースがこの向きで当たるとボールは左に飛ぶので引っ掛けが出ると、そういうのがまあこのインパクトゾーンで起きている引っ掛けのまあ原因ですね。なのでこれを直していくには、まずはそこの体のフェースと体の向きっていうのを合わせてあげるってことがまあ比較的重要になってくるので。完璧だ。来た。はい、ナイスショットが出ました。フェースとつま先を意識することによって、つま先と膝と肩がなんか全部一致した感じで気持ちよくスイングすることができました。気持ちよくスイングできるようになったと、はい、それでは総括お願いします。ターゲットラインに対して正しくフェースを構えて打つと気持ちいい球が打てます。なるほど。それではゴルジョ、また来週。ゴルジョはゴルフダイジェストオンラインの提供でお送りしました。